の性格って半音下のセブンスフラットナインとほとんど同じコードなんですよ。だからこれは端的に言うと B フラットセブンフラットナインの代理だというか同じコードだと見ることができるので、A フラットディミニッシュは G セブンフラットナインに等しいのだと言えますよね。そうしますとね、ここの F セブン、次に来る F セブンを呼び出してくるコード、半音、当然これの5度上ということになると C7th のコードが F7 を引き出してくることになるんですけど、この C7 っていうのを代理コード化しますとね、目的地であるコードの半音上下のコードが使えるぞと。そうすると C7 っていうのは Gb7 と E7 で代理できるという。で E7b5 っていうコードを作るとこのコードとこのコードは同じコードなんです。同じ音の構成なんです。でも名前が違うのね。それなので、異名同和音と言っている関係になるんです。フラット5をルートにした何がし7というコードは、サブコードっていうんです。で、目的地はターゲットなんでちょっと T って書かせてください。ここが目的地なのである。目的地に対してどういう道筋を通っているのか、こっから裏コードからここを引き出してきているっていうふうに考えます。そうするとこれの半音上の裏コードがここなんで、これがここを引き出して小節目にかけまして、6小節から10小節目にかけましてずっと半音加工をしてきているのだというふうに考えてよろしいです。でこれから私はこのマイナー7中のを弾かないで、ここを E フラット7で、ここを D7 で、ここを D フラット7で、ここを C7 でちょっと弾いてみたいと思います。